たただいまから文教科学委員会会を開会いたします委員の移動についてご報告いたします昨日までに世耕弘成君が委員を辞任されその補欠として山下雄平君が選任されました政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします教育文化スポーツ学術及び科学技術に関する調査のため本日の委員会に理事会協議のとおり 内閣府科学技術イノベーション推進事務局審議官、郷田哲夫君ほか9名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。教育文化、スポーツ、学術および科学技術に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います